こんにちは、まさきです。今回はヨグドルイドです。怪獣化2枚、飛びかかり2枚、錬器2枚、ファンネルケーキ2枚、理想の証拠2枚、熊詰め2枚、自然の抱擁2枚、汚染されたラッシャー2枚、月食2枚、日食2枚、命を束ねし者の贈り物2枚、カメラマンのフィズル1枚、永遠の炎イグニス1枚、サマーフラワーチャイルド1枚、ジオウ2枚、ガゼッツァンのクローバーニン2枚、ウキャーナタレシヨグサロン1枚。という構成、これは、ソーダさんかなが今月レジェンド上位に到達したというヨグドルイドです。で、デッキの特徴は新カードのタイタン、ウキャーナタレシヨグサロン採用のドルイドで、競売人でチャリチャリしてヨグサロンのコスト、下げられるようになってます。ウルトラの攻防のカードでまだ使ってないのはこれだね。2マナ3に汚染されたラッシャー、おたけび。自分がこの対戦で呪文5回以上使っていたらマナクリスタルを4つ再充電する。再充電なんで、元のマナは超えてこないね。で、あとはカメラマンのフィズルなんかも入っていて、これでイグニスやヨグサロン。で、余裕があれば飛びかかり熊詰めあたりも増やすと、疾風武器でリーサルも狙えると。面白そうな構成だったので試してみたいと思います。それではプレイの方どうぞ。お、ドルイドミラー。カードを1枚引く。未使用マナ残してたカード1枚引く。ちょっと贈り物いっか。変えようか。熊詰め。フラワーチャイルドめっちゃいいね。実質もう2ドローだな、アグロ。いやー、それは取りたいな。ダメか。もうちょい貯めたかったけど。アグロは感化できない。とりあえず入れ触れ。アグロとは相性悪いのか、この以上。利用確定だけどどうしようね。これでいっか。はい。次フラワーチャイルドでいいか。いや、どうしような。日食需要っていうとんでもない動きできるけど。売るか。ちゃってもいい。じゃあ強いな。電気これどうしような。まあいっか。ついにお前数末の時が来た。怪獣かどうか。まあこれ取れないもんね。この後チャリチャリするより触手もらった方がよそである。除去強い。はい、ロッカーロカラロカーラ。両プレイヤーの手札に変身者ゼラスが2体いる状態。はあ割としょうもないかもな。いいね。需要4マナ電気。ゼラス邪魔だな。ゼラスめっちゃ邪魔なんだけど。そんなこと言わずに。怪獣か。理想の証拠でいい。はい。24。このミニオンの攻撃でミニオンが死亡した後、この体力を上限まで回復。いやー出せるけど、1枚出すか。これあと1枚。一応発動までいけるけど。確認の土。競売に行くか。どうしようね。そうか。月食。ああ。まあいっか、これで。とりあえず。おビズルでどの辺増やしたいかな。イグニスかな。ウルスラ。寒い。とりあえずいっか。オーラースリーフ。やっぱパースリーフ。次なんか来るの。これいらないか。これもいらない。カマフラもいらんけど、まあいいか。うまいね。投稿でいいかな。ちょっとライフないもんな。いやこれも増やしたかったな。はいか。なんとデッキに熊爪にはまだいるんだよな。待ちゃよかったよ。はいか。なんか次昭和スナップショット早いね。走行かな。オーディログサロン除去で使うべきかどうか。あ、もらうか。希望は守る。10マナ。いやいらないな。無敵かな。6ダメージ。時間がない。先色化けだ。まあいいか。おたけび6点だよね。おたけびだよね。殴った後ダメージ出せる。B5 8点か。熊爪2枚で一気に眠ってて、ターゲットがいない。148点出ないか。カードがなくなってしまう。カードがなくなったわ。時間がない。2点足んない。2点足んないや。ブリッジリーフ。ブリッジリーフ。ああリーサーだ。よしドン。はいまあまあこれなくてもヨグサロンの除去はできた。いやーよかったんかな。まあまあまあよかったと思います。はい、ということで、ヨグドロイドでした。新カード、汚染されたラッシャーや、あとはヨグサロンも活躍してくれたんで良かったと思います。ワイルドのトニードロイドみたいに、チャリチャリしてれば勝ちって感じじゃなかったんで、ちょっと難しかったね。ヨグ使ったり、イグニス使ったり、リーサル狙う感じでした。で、戦績はこんな感じ。5勝4敗でした。最初勝ち方わかんなくて負けが込んじゃったけど、だんだん勝てるようになってきましたね。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。